売買が成立すればな。金はあるのか。意識が覚醒した瞬間、スバルが見たのはしかめっ面の奴隷商の顔だった。今回はここからか。銀髪の霊人に殺されて死に戻りが発動したのだろう。とりあえずあの美女にエンカウントしないようにしねえと。そう独りごちるスバルの視界、路地の向こうに銀髪がなびいた。思わずその場から逃げ出そうとするスバル。しかし、さっきはよくもやってくれたな。先生、こいつやっちまってください。先ほどスバルが倒したはずの悪漢が助っ人を連れて戻ってきた。先生ってお前、俺に治療費を迫った奴らが。ああ、そんなの知らねえよ。まあそりゃそうか、前回のことをお前らは知らないもんな。このパターンからしてお前らとは。何度も顔を合わせるんだろうな。わけわかんねえことを言ってるんじゃねえ。両手を掲げてビクトリー。お前、こんなことをしてただで済むと思うなよ。組織に絶対殺されるぞ。まさかヤクザ的な感じ？ああ、私は関係ない。知らんからな。おい、この子はどうするんだ？好きにしろ。私は逃げる。奴隷商に置いていかれた青い髪の少女は、不安げにスバルを見上げている。まあ、助けられたみたいだし。あ、結果オーライってことで。ついでに、こいつらからは迷惑料をもらっておくか。やや卑劣ではあるが仕方ない。スバルは倒した悪漢のポケットを探り、この世界のお金を入手した。